さあまずは、この回、松本裕樹が、ホークスは先発。その松本裕樹、先頭バッターの西川にいきなりフォアボールを与えると、杉谷にはバスターエンドランも決められて一塁二塁となって、そしてその後近藤健介が一塁三塁となって、近藤健介が犠牲フライで先制します。最短先発は今季初先発となった浦野。その浦野は1点の先制点をもらった後、2回の表は先頭バッターにフォアボールを与えるなどして2塁3塁のピンチとなって、最後はワイルドピッチで同点に追いつかれます。ちょっと慌てましたよね。さらにその後1、3塁で高田が2試合連続のタイムリーヒット。まあ、今日は浦野が、今季初先発ということになったんですが、結局浦野は2回2失点でマウンドを降りました。で3回からマウンドに上がったのは金子。その金子が、しっかりと、いいリズムを作りました。まずは3回の表、デスパイネをサードゴロに打ち取ってワンツースリーで、最初のイニングを終えます。結局金子が、4回5回も好投して、ゼロをつなぎました。すると4回の裏、ファイターズはワンアウト1塁2塁とチャンスを作って清水が、2打席連続のヒット、これがタイムリーヒットになります。2対2の同点に追いつきます。これは、いいところで打ちましたよね。でその後2アウト1、3塁という場面で今度はホークスにバッテリーミスが出ます。甲斐がパスボールを記録してこれで3対2と、ファイターズ勝ち越しに成功。松本にとっては痛いパスボールということになりました。で、その後はファイターズがリードを取って、そして5回、6回、7回とホークスを0点に抑えるんですが、8回の表、この回先頭の明石がヒットで出た後、グラシアルのタイムリーツーベースヒットですぐさま同点に追いつきます。さらにその後チャンスがまた、広がって1、3、ワンアウト3塁という場面で松田のこの辺り、バックホーム体制に入れませんでした。石井和成バンブルしました。アウトは1つ取りましたが、生還を許して勝ち越しの4点目が入りました。でファイターズはそのすぐ直後8回の裏、モイネロを攻めてツーアウトから2者連続フォアボールの後、ダイソーも送って、という場面で重投を仕掛けたんですが、清水がスタート遅れて中島はホームを狙うんですが、最後はタッチアウト。いやギリギリですけど、甲斐選手が本当によくタッチしましたよね。まあ、結果、同点には追いつけず4対3でホークスが逃げ切ったというゲームでした。